皆さんこんにちは、シエナの田清美です。今日は金曜日、恒例のつくりずさんの直売の小さな小さなメルカートが開かれる日なんです。毎日36度37度の暑い日が続きますので、美味しいサラダを楽しく食べようと思ってこのメルカートにやってきました。野菜はここにしようかな。なんかこのおばさんたくましそう、でも美味しそう。ちょっとこのおばちゃんハキハキしてるから ね、欲しいものもハキハキ言わなきゃ怒られそうです。Buongiorno, volevo il sedano, e un po' di anche cipolle, e poi... Allora, il sedano, cipolla, quella o quella fresca? Quella è... Che differenza c'è gusto? Più dolce? Questa è dolcissima, allora... per mangiare insalata, buonissima. Oh, perfetto, allora due di questi, un mazzo. Questo? Sì, un mazzo di questo. Dove siete voi? 5 km da qua. Ah, allora, non però venga da vostra azienda. Vieni, vieni. Dovevo forse aver prima. Periferia di Siena. Ciao, bella, grazie. Periferia di Siena, gli ortaggi li produciamo noi, la frutta abbiamo delle aziende biologiche, Grosseto, Castiglione della Pescaia, 60 km. Ah, bello. Vicino, sì, solo Toscana. Perfetto. Kyomo, tottemo ii kaimono ga dekimashita. これは良質なオリーブオイルをたっぷりとかけて、ね、そして私は、このねお酢、この白バルサミコ酢が大好きなんですよ。これね、酸味とあとほのかに甘いねマスカットの香りがあって、これをかけることによってとっても上等なサラダになります。ではいただきます。どれから食べようかな。セロリ、うん、すごいバリバリしてる、おいしい。今日はアンチョビを使ったんです。でアンチョビにはかなり塩気がね含まれてるので、あえてこのサラダには塩を加えてないです。から素材と、あとオリーブオイルと、あと白バルサミコ酢、これで美味しく食べてます。うん、例えば明日はもうそうだな、こうゆで卵のね半熟状態のものが乗せたり、あとひよこ豆とかインゲン豆の煮たものをこう乗せたりね、あとは例えばナスとかズッキーニとかをグリルで焼いて、でサラダの上にそのグリルした野菜を引き締めて、おいで軽くねニンニクを、すりおろして、でオリーブオイルで食べるとか、皆さんの家の周りでも野菜を直売してるところってあるんですか？もしあったら生産者さんたちとちょっとね挨拶があったら、あと一つ二つ質問もね見ながら、季節の野菜をね美味しく取り入れる生活を楽しんでみてはいかがでしょうか。以前はですね、結構加工された食品の味を楽しんでたんですね。なんかそれってなんか作られた味が目新しさとか刺激とかそういうものに触発されて、なんか食欲が増してたような気がするんですよ。こうやって食べてるとね、このレタスって結構しっかりしてるなとか、この玉ねぎ、本当だ、なんかね他の玉ねぎに比べて苦味が薄いとか、
quando sei rovine, vuoi imparare a fare il tiro. A quando non torna adesso. なんか今では、野菜をねたっぷりとる生活が、楽しいです。でもね、ここにねマヨネーズとかわーってかけちゃうともったいない。欲しいなーって思える。もう影の役者はやっぱり。オリーブオイルのおかげだと思うんです。今日のシーズンは37度です。昨日も37度、明日も37度でね、夏バテしてしまわないようにこうやって野菜を美味しく楽しく食べて、この夏を乗り切ろうと思います。で、皆様も健康でいてくださいね。ではまたです。ちょちょ。